新人ちゃんガール強いよ。小影ちゃんってね、イニシエーターなんだけど、私と同じ。なんか立ち回りが私と全然違うんだよね。小影ちゃんってさ、ソロでイモータル3に行ってたって言ってたじゃん。ちゃんとソロのイニシエーターの動きしてるの。ちゃんと自分でキル狙いに行ってるんだよな。私と全然違う。逆に勉強になるよ。私がソーバー始めたのは、なんかソロで始めたじゃなくて、私フルパとかでソーバー始めて、なんか合わせピックでソーバー始めてやったのかな。バロ始めて、ソーバーやり始めたきっかけって。私のソーバーの立ち回りって、本当にフルパ向きのソーバーなの。大会もずっとソーバーで出てたし。で、木陰ちゃんは多分ずっとソロでやってきたタイプのソーバーだからさ、マジで立ち回り違うなって思った。多分ソロで盛るための相場使ってる、コカゲちゃんの相場って。だから私配信でも何回も言ってたんだけど、なんかうちの相場の立ち回り参考にしたいって言う人に、うちの相場ってフルパ向きだからソロでやるんだったら真似しない方がいいよみたいなこと言ってたじゃん。だからソロプレイヤーで相場使いたい人はコカゲちゃんのプレイを参考にした方がいい。いや、これはガチ、ガチめのアドバイスだけど、本当にソロで、ソーバで盛りたい人は、コカゲちゃんを真似した方がいいよ。いや、でもコカゲちゃんのバロの立ち回りって、マジで勉強になるわ。なんか、うちができない立ち回りをしてるから、本当に参考になる。ゲームオーディションうちがやってたんだけど。エイム強すぎる。いや、多分、エイムじゃないと思うよな、私が思うコカゲちゃんの強いところって。普通に前出るのが上手い、タイミングが。打ち合いは正直、打ち合いよりうちは前に出るタイミングとか細かいのがちゃんと上手い気がする。配信見てみたけど、プリエムとかみたいな、なんかちゃんとワンタップしてたりしてるイメージではなかったんだよな。顔を出すタイミング上手かったり、ピークするタイミングだよね。まあそれが上手かったり、プリエムが綺麗だったりするのであって、めちゃくちゃワンタップしたりするわけでもないし、どちらかっていうとフルオートが多かったから、エイムってよりはそういう細かいところがシンプルにバロランとか上手い気がする。もうとんでもない新人ちゃんが来ちゃったよ。